バンダ基地は南極にあったニュージーランドの南極観測基地である。ニュージーランドが領有を主張するロス海賊領の西部高地にあるライト谷のオニックス川の河口にあるバンダ湖の湖岸にあった。最初の4つの建物は5人のチームによる1969年1月から10月19日までの最初の越冬の直前の1967年から1968年。 および1968年から1969年の夏に建設された。その後、1970年と1974年に越冬隊が基地で冬を過ごした。下記には1991年まで人員が配置されていた。基地で行われていた科学観測は主に気象学、水門学、地震学、地電流、磁気学である。この基地は、 科学産業研究局によって管理され、ロス島にあるニュージーランドの高級的な研究基地で、あるスコット基地によって広報支援された。バンダ基地は、ロイヤルバンダ湖水泳クラブが存在することでよく知られていた。夏の期間にバンダ基地に来訪した人は、氷管の変塩部が溶けてできた、堀状の開け水部の塩分濃度の高い水に浸かることにより、 このクラブの会員賞である袖賞を授与された。基地の職員は氷を叩いて氷が溶けやすいようにした。多くの交換や政治家がこのクラブに入会した。水に浸かる際には裸でなければならない。頭部まで完全に潜らなくてはならない。バンダ基地職員による証拠写真撮影を妨げてはならない。その際には局部を何かで隠すことは認められたが、 それは緑色をした自然物でなければならないなど、いくつかのルールが存在した。1995年、環境への懸念から基地は閉鎖された。改作、建物の建設、車両を動かしたことによる振動、消耗品の保管、廃棄物処理、事故による流出など、基地が存在したことに禁する様々な活動が基地の閉鎖につながった。湖が汚水や、 他の廃棄物で汚染されていないことを確認するために、基地の閉鎖後、湖の水ともの分析が何年も行われた。バンダ基地で1974年1月5日に観測された気温摂氏15度は南極圏における最高気温記録である。ニュージーランドのクイーンズタウンには、この基地にちなんだバンダプレイスと呼ばれる通りがある。そこから数百メートル離れた場所には、 スコット基地にちなんだスコットプレイスがある。現在、バンダ基地があった場所には、自動気象観測所と定期的に2から8人のニュージーランドの河川、研究者が居住する避難所であるバンダ小小屋がある。ありがとうございます。